どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。見ているだけで痛い。魔理沙どうしたの？今、時代劇で切腹シーンがあったんだ。その時に苦しまないように首を切る武士がいたのだけどよく切れるなぁと思ったぜ。解釈人のことだね。地味に見えて案外とても大変な仕事だったのよ。そりゃ人の首を切り続けるのだからな。私が解釈人の立場なら震えが止まらないぜ。当たり前よ。じゃあ今回は首を切る仕事である解釈人江戸時代について紹介するね。それでは、ゆっくりしていってね。まず解釈人が生まれたきっかけについて話すね。お願いします。解釈人とは、切腹した人が苦しまないように首を切るのが役目だわ。ここまでは知っているぜ。どうして解釈人が生まれたかというと、切腹だけではすぐに死ぬことができないからだよ。マジか。腹を切ったのになかなか死ねないって地獄だろうな。ところで切腹っていつ誕生したのかな？平安時代にはすでに誕生していたのよ。だけど当時は解釈人もおらず死ぬまでに時間がかかり内臓が飛び出ても生きていたわ。想像すると冷や汗が出てきたぜ。助けてくれ。想像したらダメだよ。途中あまりにも苦しくなり自分で喉を刀で突き通したり、心臓にとどめを刺して絶命していたわ。うわぁ、聞いているだけで耐えられない。でも切腹して痛みが強い状態で喉や心臓を突き刺すのは難しかったよ。そりゃ痛くて仕方ないものな。力も残っていないだろうし。そして平安時代までは切腹は単なる自殺手段の一つだったの。だけど戦国時代になってからは切腹は武士にとって名誉のある死となっていったよ。名誉でも痛いのは嫌だぜ。どうして切腹が名誉なんだ？人間の腹には霊魂や愛情が宿っていると言われているの。武士は切腹して周囲に腹の中を見せて誠実で潔白であることを証明するの。痛い証明の仕方だぜ。こうして切腹の儀式を行う武士が多くなっていったわ。戦が多い時代だからな。しかし同時に切腹した人が長時間痛がる姿は気の毒で見るのが辛い。といった声も出てくるの。実際見ている人はきついと思うぜ。中には苦しさのあまり、殺してくれと叫ぶ武士も多かったの。私も目の前で切腹を見るとなったら逃げ出してしまうな。そこで誕生したのが切腹後すぐに首を切る解釈人だよ。誕生したのは戦国時代末期だね。切腹の方が先だったのか。あくまで優しさから生まれた仕事なんだな。そうなのよ。そして解釈人に選ばれたのは剣術の上手な人だね。てっきり偉いくらいの人が選ばれるのかと思ったぜ。なぜなら剣術の上手な人でないと余計に苦しめるからだよ。なるほどな。だから上級武士と下級武士どちらの解釈人もいるの。中には主君に仕えていない浪人の解釈人もいたわ。剣術が上手であれば身分は関係ないってことだな。そうだね。だって人間の首の骨は硬くて刀で切るとなるとかなり難しいのよ。だから失敗も多かったわ。中途半端は地獄の苦しみだぜ。ああ、急に首周りが痛くなってきた。マリサ、ここまで痛いしか言ってないね。だって自分が切腹したらって考えちゃうからだぜ。しかし将軍の次に偉い大老や老中が切腹するときは上級武士が解釈人になっていたわ。大老や老中としての最後のプライドかな？そうかもね。中には信頼している武士に解釈を頼む武将もいたわ。織田信長もその一人だね。織田信長も切腹していたんだな。しかも織田信長が解釈人として指名したのはアフリカ出身の武士だったよ。そうなの？次は、織田信長が切腹の時に指名したアフリカ出身の解釈人についてだよ。アフリカ出身の武士がいたってこと？そうなのよ。かっこいいな。名前は安家と言って宣教師の黒人奴隷として連れてこられたわ。奴隷から武士にまで上り詰めたってことだな。そうだよ。宣教師と共に織田信長と対面した安家は、すごく気に入られたの。ちなみに安家と名付けたのも織田信長だよ。そうだったのか。安家は日本語を少し話せて力が強く芸もできたから織田信長は大喜びだったわ。あまりにも気に入っていたから信長様は安家を殿様にするのでは？という声まで出ていたくらいなの。よほど、好かれていたんだな。織田信長は、安家に探検と屋敷なども与えたわ。そしてアフリカ出身初の上級武士になったよ。安家は、武士としての才能もあったってことだな。めちゃくちゃかっこいいぜ。安家は織田信長の家臣として戦にも参加したの。本能寺の変が起きた時も安家は信長と共に寺に泊まっていたよ。最後まで一緒に過ごしたんだな。そして織田信長は切腹することを決めた時に安家を解釈人に指名したの。さらに自分の首と刀を息子に届けるよう頼んだわ。話を聞いているだけで絶大な信頼を得ていたことがよく伝わるぜ。本能寺の変が終わった後に安家は追放され京都のイエズス会に戻ったと言われているわ。安家にとっても大事にしてくれた織田信長の首を切るのは辛かっただろうな。そうだね。さらに江戸時代に入ると切腹をする人が増えていったわ。切腹が有効になっているのは複雑だな。仕えていた大名の後を追って切腹する家臣も多くなっていったの。それじゃ解釈人は頻繁に首を切っていたんだな。そうだよ。ところが江戸時代中期に入ると戦が少なくなり人を切ったことがない解釈人が増えてくるわ。
不慣れな介錯人に首を切られるとか恐怖だぜ。次は、江戸時代中期の介錯人についてだよ。ほいほい。説明した通り江戸時代中期になると人を切った経験のない武士が増えてきたわ。切ったことがない武士が介錯人だと心臓が飛び出そうになるぜ。そうなのよ。切腹する人も相当怖かったみたいなの。だから切腹する武士の家族も大慌てだわ。少しでも苦しめたくないという思いから剣術の上手な武士を全国から探し回るの。家族が長時間苦しんでいる姿を見るのは辛いからな。なので剣術が上手な武士は超貴重な存在だったわ。まあ今の時代にはありえない話だけどな。切腹する人はいないからね。次は、介錯人の一日ルーティンを紹介するよ。いよいよか。どんな生活を送っていたのか知りたいぜ。さっき説明した通り介錯人は身分が関係なく剣術の上手な人がしていたわ。だから介錯人以外に服用をしたり城での仕事をしていたよ。かなり忙しそうな生活だな。まず朝は4時に起きるの。すごい早起きだぜ。戦闘へ行った後は家や道場で剣術の稽古に励んだわ。朝から稽古をしていたんだな。常に稽古をしていないと人を苦しめることにもなるからね。そうだよな。稽古が終われば朝食をとり6時から服用を行うの。朝から全く休んでいないじゃないか。10時前になると服用を中断してお城に向かうわ。いよいよ武士の仕事もするんだな。10時にお城へ出社するとお城での仕事を開始するの。仕事は2時間程度。昼の12時には仕事が終わり帰宅したわ。お城の仕事は一瞬だぜ。家に帰り13時頃には昼食を食べるの。その後は服用をしながら空き時間に再び剣術の稽古をするよ。服用と城の仕事と剣術3つをこなしていたとはすごいぜ。中には寺小屋や道場を開いている介錯人も多かったよ。子供たちに剣術を教えながら自分も稽古をするの。頭いいな。服用しながら剣術の稽古もできて一石二鳥じゃないか。私も思ったわ。16時になると1日の仕事は終了だよ。疲れているだろうな。そうだね。だけど17時に晩ご飯を食べてその後は再び剣術の稽古をしていたの。剣術漬けの日々だな。そして19時には寝ていたよ。遊ぶ時間が全くなかったのか。介錯人は、下級武士も多くて365日働かないと食べれない状態だったからね。マジか、毎日ぐうたら寝続けていることを反省したぜ。私なんて20時間しか寝てないわよ。十分すぎる睡眠時間だと思うぞ。次は介錯する時の作法についてだよ。作法なんてあったの？江戸時代に入ってから作法が出てきたわ。介錯人にも作法があるって初めて知ったぜ。まず介錯人は3人いたの。1人だけかと思っていた。王介錯、助介錯、小介錯がいて役割もそれぞれ違っていたよ。どんな役割なの？王介錯は、首を切り落とす役。助介錯は、担当を乗せた参謀を持ち出し介錯をしやすくする役だよ。もし大介錯が失敗したら代わりに首を切るの。小介錯は首を実験に入れる役だよ。そして大介錯と助介錯が失敗したら代わりに首を切るの。3人とも首を切る技術のある人が選ばれていたんだな。そうだね。介錯人を命じられた時は、喜ぶのも気の毒そうな顔も禁止なの。一体何が正解なんだ？一度は辞退してからやるというのが作法らしいよ。なかなか面倒だな。さらに介錯人は、切腹する時に太刀と脇差しどちらを使うのか？と切腹する人に聞かなければいけないの。そこまで聞くんだな。切腹する人が使う刀によって首の切り方が変わってくるからだよ。脇差しの時は片手切りが作法になっているの。切腹する前に聞かれたらドキドキするぜ。ちなみに介錯人は、自分の刀を使ってはいけないことになっていたよ。安心した。人の首を切り続けた刀を普段も持つのは辛いと思うぞ。そして介錯人は、切腹する人が参謀をいただこうと手を伸ばした瞬間に首を切っていたわ。なんで？切腹をためらった武士が恥をかかないようにするためだよ。なるほどな。自分で腹を切るのが怖くて逃げ出しそうになる武士も中にはいそうだからな。そうなのよ。首を早く切るのは介錯人の優しさでもあったわ。次は、首の皮一枚という言葉についてだよ。どういう意味で使われているんだ？これは介錯人が首を切る時にやっていた儀式から付けられた言葉なの。もしかして首の皮一枚を残していたってこと？そうだよ。介錯人は、切腹する人の首を切る時に首の皮一枚だけを残しておくの。なんでこんなことをするんだ？首の皮一枚がぶら下がった状態だと頭部が重さに耐えられなくなり前のめりになるでしょ？確かにな。前のめりになって死ぬことで血が吹き出すこともなく切腹で亡くなった証拠になるわ。仰向けで死ぬのは武士にとって恥ずかしい姿だったのよ。仰向けで死なせないための切り方だったのか。それに首をすべて切り落とすのは処刑と同じやり方なの。処刑と同じではないと証明するための配慮でもあったのだな。配慮でもあるけれど少し怖い理由もあるのよ。一体どんな理由なんだ？処刑の時に首を切り落とすと稀に瞬きをしたり唇を噛んだりすることがあったの。残酷だぜ。切り落とされた後も生きていたってことだな。そうなのよ。
この様子は心苦しく、切腹した人の名誉も傷つくの。だから首の皮一枚を残し前のめりで倒れるようにしたのよ。でも、よっぽど剣術の上手な解釈人でなければ首の皮一枚を残すのは難しいと思うぜ。その通り、実際に首の皮一枚という言葉に惑わされて失敗する解釈人も多かったよ。怖いじゃないか。もし失敗したらどうしていたんだ？平均的な腕前の解釈人は、最初から首を全部打ち落としていたみたいだわ。結果的にどちらも痛いのには変わらないものな。どうして解釈人が必死に剣術の稽古するのかがよくわかったぜ。ちなみに1970年に起きた三島事件で解釈人となった森田正勝は二度失敗して刀も曲げてしまったの。切腹した三島由紀夫は痛かっただろうな。絶命するまで相当苦しんだようだよ。聞いているだけでゾッとするぜ。それが他にも信じられない失敗をした解釈人も多かったよ。聞いて大丈夫なのか？次は、フランス人も目を打った解釈人の失敗についてだよ。フランス人も衝撃を受けたのだろうな。うん、残酷すぎて途中で席を立ったフランス人もいたくらいだからね。一体何があったんだ？話は慶応3年に遡るよ。土佐藩士たちは、江戸幕府に境の警備を命じられていたの。土佐藩士たちは、命令通り警備に当たったわ。仕事をされていたんだな。しかし、慶応4年の2月にフランス兵が境に上陸したよ。上陸したフランス兵は市内を遊び回り、近隣住民は、警備をしている土佐藩士たちに苦情を言うの。住民の人たちは、突然の訪問にびっくりしたんだろうな。土佐藩士たちはフランス兵に注意をしたのだけど言葉が通じなかったの。そして一人のフランス兵が土佐藩の旗を持って逃げたわ。驚いた土佐藩士たちは、フランス兵に向けて発砲して11名が亡くなったの。激しい戦闘だったんだな。この責任を取って土佐藩士たちがフランス政府とフランス軍の前で切腹をすることになったわ。その中に25歳の箕浦猪之吉がいたの。箕浦は、名簿を開いた役人に名前を呼ばれ立ち上がると一礼をして静かに座ったわ。覚悟を決めた雰囲気だな。そして箕浦は、服を緩め左脇腹を3度さすってから刀を突き刺したよ。痛いだろうな。衣服は血で染まり、箕浦は苦痛のあまりうめき声を上げていたの。すると解釈人が急いで首を切り落とそうとしたけれど失敗したわ。嘘だろ。箕浦は、苦痛の中で落ち着け、どうした、と叫んだの。苦痛の中で解釈人に落ち着けと言えるところがすごいな。解釈人は、動揺しつつも再び刀を振り下ろしたわ。だけど再び失敗したよ。聞いているだけで苦しくなる。箕浦は、荒々しい呼吸をしながら死にきれずにいたの。途中裂けた口からは、内臓が飛び出たり凄まじい様子になったよ。うわぁ、聞いてられない。そして解釈人が3度目に刀を振り下ろすと、大量の血と共に首は落ちて箕浦はようやく亡くなったの。見ていたフランス人たちの顔は青ざめていたみたいだよ。聞いているだけで青ざめたぜ。フランス軍艦のデュプレイ艦長は、見ていられなくなり中止を申し入れたわ。解釈人がいかに剣術が上手な人でないといけないということがよくわかったぜ。最後は、解釈人が使う刀についてだよ。どんな刀を使っていたのか気になるぜ。解釈人には、剣術の腕だけではなく硬い首の骨が折れる刀が必要だったの。確かにあんな細い日本刀で首を切るのだからな。いくら剣術が優れていても皮膚の摩擦や血液が飛び散り深く切ることが難しい場合が多かったのよ。刀を作る人も相当な技術が必要ってことだな。そうだよ。実際当時の日本刀を作っていた刀工たちの技術はすごくて現在の技術でも負けてしまうくらいなの。刀が中心の時代だからな。実際に明治に入り日本に来た西洋人が日本刀を持ち帰ったの。そして同じ刀を作ろうと思ったけれど技術が難しく真似できなかったそうよ。当時の技術はすごいぜ。そして解釈人がどうやって刀を選んでいたかというと試し切りをして一番切れ味の良い刀だよ。試し切りってどういうものなんだ？斬首刑となり亡くなった人の遺体を切り、刀の切れ味を試すの。本物の人間でやるのか？もちろん人間でやるよ。人間以外にもいろんなものを切り続けて確かめていたわ。有名なのが松代藩による試し切りだね。どんな試し切りをしたんだ？まず次戦他戦で複数の刀を持ってくるの。そして巻藁の切断を19回、古鉄1回、鹿の角6回、兜1回、などを16回以上試し切りしたの。残ったのは複数ある刀の中でわずか一つだけだったよ。残った一つの刀強すぎだぜ。このように厳しい試し切りで残った刀が解釈の時にも使われていたね。なるほどな。解釈人は、刀の切れ味を確かめるために試し切りの時は、複数の遺体を積み上げたりもしていたよ。そして積み上げた状態で何人切れるかなども試したわ。残酷だけど人間で試さないと実際に解釈するのは難しいものな。さらに会津藩には試し物場といって試し切り専用の場所まであったよ。家中であれば誰でも試し切りが行われたの。こんな施設まであったんだな。でも遺体がなくなったらどうしていたのかな？遺体を縫い合わせたり、身元不明の遺体を持ち帰ったりしていたよ。精神的にきつくなりそうだぜ。
確かに辛い作業だったみたいだね。中には刀剣を試し役といって刀の切れ味を代わりに試してくれる専門職まで誕生していたの。解釈人は刀剣を試し役に刀の切れ味を頼んだりしていたよ。こんな仕事があったのか。有名なのが山田浅右衛門だね。代々、刀の試し切りを専門としていた一族なの。山田浅右衛門は一人だけじゃないのか。江戸から明治にかけて九代目いて、養子や実子の中でも見込みのある人が後を継いでいったわ。名前は全員違うけれど全員が山田浅右衛門を名乗っていたよ。歴代で受け継がれていたんだな。山田浅右衛門は、6000人以上の遺体を刀の試し切りで切れ味を試していたよ。さらに山田浅右衛門は剣術に優れていて、依頼を受けて死刑執行人としても活躍することもあったの。有名な吉田松陰の首を切ったのも山田浅右衛門だよ。首切りの専門だな。でも山田浅右衛門は、首切りで得た収入を全て供養のために使ったわ。本人にとっても辛い仕事だったんだな。ちなみに遠山景元、土方歳三、勝海舟、黒田清隆も山田浅右衛門に刀の鑑定を依頼していたわ。こうして試し切りや刀剣を試し役によって選ばれた刀を解釈人が使うのよ。解釈人が使う刀も選び抜かれたものだったんだな。そうだよ。刀には日本の誇れる技術が詰まっているぜ。切腹は嫌だけどな。誰もやりたくないわよ。解釈人は、生活も仕事も過酷だったな。体力面だけではなく精神的にも相当辛かったと思うぞ。今も切腹の文化が残っていたらどうなっていたんだろうね。解釈人ではなく機械が代わりに切っていくんじゃないのか。恐ろしいことを言うんじゃないわよ。寝れなくなるじゃない。霊夢はいつも20時間寝ているんだから大丈夫だと思うぞ。というわけで今回は、首を切る仕事である解釈人の一日ルーティン江戸時代について紹介したわ。次回もゆっくりしていってね。